はい、始まりました。はいいやいやいや、お待たせしました。お待たせしました。年度末特番。はい、年度末特番です。ですよね。はい、毎週ね、月曜日、私は23時がいつもことことビーズという、まあ、音楽番組のパーソナリティをやっています。イヌイです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私、いつも月曜日の、毎週8時から、8時半からですね、放送やっておりました。月曜日とまた時間帯変わりますけれども、まあ、毎週月曜日これから、4月から、はいはい、このパーソナリティをさせていただくことになります。はい、つよしのカルチャー夜話ということを、はいはい、番組やっております。墨絵作家のつよしです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、まあ年度末ということで、年度末や年度末最終ということで、はい、いつもねやってる番組を、はい、こう時間枠を取っ払って、はい、ちょっと長時間で、そうですね、まあ頑張ってみようかなと。まあ内容もね、はい、いつもまあ私の番組はまあ音楽番組で、はい、普段まあゲストにミュージシャンをまあ呼んで、はい、まあライブ、うん、ここでねミニライブと、あとまあアーティストのトーク、アーティストのまあそういう活動であったりとか、はい、いろいろまあトークで話を聞かせてもらったりとかしてるんですけど、はい、まあ、今日はちょっとそういうね、うん、決まり事っていうか、はい、もっと枠を広げて、いろんな、うん、なんだろう、まあ音楽にだけに限らず、はい、まあ、いろんなそういう文化活動、はい、まあ、絵であったりとか、うん、まあ、いろんなそういう、ね、文化活動全般についていろいろ強さんと語り合えたらいいかなとは思っています。はい、はい、ありがとうございます。今日はね、素敵なお話を、素敵な、はい、素敵なというかね、はい、イネイさんには実は音楽活動以外にももう一つ、はい、はい、まあ、一つだけじゃないです、いくつもいろんな顔持ちなので、いくつも、はい、今日はその中の引き出しの一つをね、ちょっと特別出していただこうと思ってまして、はい、私も期待しておりましたので、はい、クールジャパンという、はい、コンテンツが、はい、コンテンツなんでしょうね。そうですね、はい、私キーワードクールジャパンというのを一つお話をね、これあとこの後ね聞いていきたいと思ってます。はい、でもう一つはスペシャルゲストがおりまして、はい、まあですよね、水曜日、水曜日ですね、おなじみの水曜日の、はい、8時半から、はい、水曜日ね、リオンは、リオン世界、はい、リオンワールドの世界の大橋さん、うん、大橋さんがね、はい、の番組ね、今日来てくださいます。はい、今日は、ね、うん、何時ごろ来られるんですかね。ですね、はい、で今日の最初はこのメンバーで、まあ、2人でちょっとゆるゆるとやっていきますけども、はい、この後、はい、大橋さんはね、大体、まあ、夜ですね、もう少し、はい、後になって来てくださいますので、そうですね、でその前に一つ堀部真也さんのランニングショット、はい、入ります。はい、そちらが8時半からで、はい、そちらね、ゲストのお二人いらっしゃいますので、はいはい、で一応ね、実はランニングショットは一応今期の最終回ということで、はい、はい、伺ってますので、はい、ぜひお見逃しなく、大体もうこのままスムーズにつながるような感じで今日は行きますので、はい、はい、なので、まあ、最初にまず特番1回目が、はい、今から半です ね、8時ぐらいまでお送りいたします。はい、でその後、8時半から、9時半まで、堀部真也のランニングショット、はいはい、ゲストが、ですね、カワリというフランス奈良の灯籠、はい、ブランド、はい、三郷町の方で手掛けられていらっしゃいます、はい、女性の方なんですよ。そのブランド の、はい、リーダーといいますか、はい、もうほとんど、はい、もう全部それを言ってはる、柿本真希さんとか、はいはい、来られます。それともう一人が、はい、墨屋作家の剛というすごい先生が来てくださるんですけど、はい、はいはいはい、でその方お二人と、まあ、堀部さん最後の、はいはい、今期最後ですけど、まあ、またちょこちょこ私の番組来てもらおうと思ってますけれども、はいはい、それが、あります。でその後、はい、それが終わった後に到着次第、なんかめっちゃ盛りだくさんですよね。盛りだくさんですね今日はね。大橋さんがね、何をしてくださるかと言いますと、 ね、あれです、音かな、音が、はい、楽でね、盛りだくさんですね、はい、そうですね、でちょっと、はい、
ちょっと巻きで頑張らないといけないですね。ね、今何時？はい、はい、大橋さんはなんせ実は今朝会ってるんですよね。はい、はい、でちょっとスペシャルなことをしてくださるということで、はい、到着を待ちたいなと思います。彼が来たらそこからが大変ですよね。はい、準備しないといけないですね。ねえ、でね、実は大橋さんのビヨンワールドの神髄に迫ろうかと私は思ってますので、おお、はい、なかなか皆さんの大橋さんそうですよね、つかみどころがないじゃないですか。この間もコトコトビーツの方にね、はい、ゲストでね、で来ていただきまして、来ていただいて、はい、いろいろなんだろう、大橋さんの、うん、音楽っていうか、はい、音楽じゃないな、音に対するこだわり、うん、そうですね、がそういう音に対する、はい、そう信念みたいなのがね、はい、すごいなんか持ってらっしゃって、はい、すごい感じ入りました私、はい、はい、それで今日の実はそこからこの企画が出てきたんですね、うん、はい、そうですよね、はい、今日もその辺のねちょっと音というものにちょっとこだわってみて、うん、はい、いろいろ大橋さんと、ね、はい、いろんなことして遊べたらいいかな、うん、そうですね、ですよね、はい、はい、うん、なのでぜひ大橋さんファンは、はい、大橋さんファンじゃなくてもファンね、ファンでもいらっしゃいますよね、大橋さんのファンね、ファンだけじゃ見てますかね、いや、いてはる、結構人気者ですから ね、それ言ったら、ね、大橋さんのお知り合いをぜひ今日は見とくべきですね、はい、彼が多分普段シャイですから番組で出さない、そうですね、彼が出さない部分を今日僕が引っ張り出そうと思ってますんで、はい、本当にね、はい、普段本当にね、うこう無口な方で、無口でシャイですから、ね、なかなかね音楽とかもね、私この間初めて、あの後ね、いたんですけど、番組ね見てたんですけども、はい、ご自分の曲とかね BGM 使ったらいいといいと思うんですけどもね、はい、やっぱりその辺こだわりがあるみたいで、そうですよね、出さないんですけど、だから今日はその彼の、うん、いわゆる本業といいますか、うん、何でしょう、アーティストの部分、そうですよね、はい、そこを引っ張りたいと思ってますの で、音作りを実際にやってもらえると、そうですよね、話をしてまして、はい、はい、それは楽しみですよね、はい、本当にね、うんうん、はい、では何からしましょうかね、はい、話盛りだくさんだからな、まあちょっとね可能やったら予告で京都取り立ての映像を出せたらなと思ってたんですけど、ね、あ、はい、ますかね、うん、今日ねちょっとね朝からね、はい、はい、それがねただどうやったらこの画面出せるやろう準備が追いついてなくて、ね、まあ、ここに入ってるんです、はい、ここって指さしてすいません、ね、あ、うっ、出せます、こっちで流してもらったらいいですね、あ、そうですよね、うん、ちょっとセッティングしますね、はい、はい、あ、でもね、これがね、結局ね、はい、これを直す、あ、ビデオカメラにね、あ、皆さん説明しますよね、今朝、我々、はい、はい、朝一で行ってまいりました、はい、大橋さんについて、そうですよね、はい、ね、それが一つの音のこだわりというものもありますよね、うん、はい、何をしたかと言いますと、ね、はい、その模様をちょっと映像に私ね収めてますので、映像を見てのそれを、はい、ちょっと見ていただくと一番分かりやすいかなと思ってるんですけれども、はい、がビデオに入ってるんですよ、はい、でこれをなんか直接ここに出す方法っていうのはダイレクトにするのよ、どうしたらいいですか、ね、パソコンにつながってるんですよね、はい、ただパソコンで流して、うん、パソコンにその流すのがね、流せない、私ね今日ちょっとついに Mac Pro を導入いたしました。Mac Pro を買っちゃった。はい、この番組でどうしてもね、もう必要になってくるんで。Mac Pro を買っちゃった。はい、憧れの Mac Pro。先ほど開封の儀をいたしました。はい、ここで開封の儀を、ね、中京しようかなと思ったんですけどもね。はい。本当ね。Mac 大好きです。大好物ですよね。本当ね。Mac 大好きなんですよね。ねえ、うん、食べる方のマックじゃないそうですね、うん、コーラですよ ね、コカコーラですけど ね、私もね、だから好きな、はい、好きな企業は、うん、変な、ま、好きな企業、ま、好きな企業、うん、がディズニー、うん、ディズニー、アップル、うん、アップルで、うん、コカコーラ、コカコーラ、うん、の3位じゃないですか、なるほど、ね、4つ目ぐらいに、うん、Google、 あ、Google なんや日本の会社入らへんやんけみたいな感じ、うん、そうですね、海外企業ばっかりね、会社ね、まあアメリカのね、ね、なんかアメリカの天下取ってるような、ね、でもね、日本の、ね、企業も本当に頑張ってる、なんか偉そうな言い方ですよね、頑張って、はい、この間ね、なんか佐藤浩市さん俳優の、はいはい、なんかドラマ佐藤浩市さんがその出演されたこうドラマが
リターン、え、リーダーズかな、はい、リーダーズっていう、2夜連続で、あー、ん？あれ、どれ、あ、車のやつ、車のやつ、はい、そう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 、日本のね、こう戦時中、うん、ね、日産か、トヨタか、企業名出してたんです、 NHK でしたよね、NHK のドラマですね、連続ドラマですね、確か、はい、うん、まあ、番組では企業名出てませんけどね、はい、あの車、日本の自動車産業を作った男たちのストーリーですね、そう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 、はいはい、企業名は出てませんけどね、でもどこかは大体わかりますけどね、そうですね、いやでも日本も企業大きいも車のね、いっぱいあるじゃないですか、うんうん、ね、トヨタ、ホンダ、でも愛知の名前が出てましたからね、あ、まあね、そうですか、どこが分かってまうっていうねな、そうなんですよ、あれは、まあ、まあ2夜連続で見てたんですよね、はい、やっぱりこう、はい、戦時中、戦後、うん、何もないこう日本でこうね、はい、こう今の日本を築いてきたっていうか、うんうん、男の人たちのこうね、はいはい、なんか思いというのが描かれてて、はい、やっぱり日本ももう一度うん、勢いをやっぱり取り戻したいなっていう、そうですよね、うんうん、ちょっと最近、ね、長いことも元気がなくなってからね、私たちの世代、うん、だってね、ね、何もないんですよ、そのドラマでね、うん、シーンがあって何もなくて、はい、原っぱなんですよ、はい、ここにいつか高速道路が通って、はい、車がバンバン通るから車作ろうって話あります？それ何年後か分かんないんですよ、うん、それ、うん、はいはいはい、ね、すごいあれ夢に燃えてたんですよね、うん、あの世代の人たちって、そう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 、ね、だからそのなんだろう、はい、普通の一般の人って目にこう見えて初めて、はい、どういうものが欲しいとか、はい、どういうものが、まあ、どういうものが必要だとか、うん、っていうのって見てみないとわからないって人が大半じゃないですか、はい、うんうん、でも何もなくてこれから何も生まれてくるものを、はい、で、時間、はい、あ、大丈夫です、いや、もうお話しに行きましょうか、いいですよ、じゃあ今喋ってる間に作業してもらったら、そうなんですよ、とりあえず DVD にね、今日の映像が入ってるんで、はい、これをここに出したいんですけれども、はい、iDVD か、 iMovie、 iMovie、 その iMovie にこれを出す方法がね、すいません、僕ね、今日買ったばっかり、今日開けたばっかりなんで、まだそこまで操作まで行けないんですよ。わかります？繋いでます。電源も1個入ってますね。入れてます。これってiMovie？バージョンが上がってるんで、私もちょっと使い方がね。さっきはそこまで。この状態で映します。そうか。あれ、出ない、なんで、読み込んでない、で、読み込み、パソコンに読み込みましょうか、読み込みした分で、あ、来ました、はい、ちょっと映します、これって拡大できないですよね。そうなんですよ。それはね、ちょっと不便ですよね。とりあえず、プチ、なんでこんなの、ね、ちょっとダイジェストだけでもお見せしたいなと思って。これで見せます？はい。はい、じゃあちょっとね。あ、じゃあね、はい、お話をしてる間に取り込んでおいて、にしましょうか。はい、しましょうか。で、最後にしましょうか。はい。はいはい、で、どこの前の話だっけ、先今の、ね、お話の僕思ったんですけどね、その、はい、まさにこれからの日本をその、はい、その時代の人たちがね、その、はい、車社会が来るぞということで、そのイメージして、で、そうですね、情熱を持って仕事されてたじゃないですか。そうなんですよね。で、そういうスピリッツをね、またこれからの日本に対してね、この将来、そうなんですよね、やっぱそういう持ってほしいなという、うん、ね、で、先日ね、なんかネットでも見たんですけど、はい、まあ、ある携帯会社、うん、携帯キャリアの、ね、はい、会社、うん、まあ、S ね、 S の、うん、S 社長、 S 社長、犬のお父さん、うん、犬のお父さんね、 S の S 社の S、 はい、S 社の S のなんかこう記事が載ってて、はい、
まだね、その iPhone とかも何もない時代、うん、要はガラケーですよね、はい、とかない時代で S 社がまだその携帯キャリアを、はい、とかを、うん、携帯会社してない時ですわ、うんうん、で S 社長が、はい、まあね、まあ、アップルは名前だそうか、はいはい、アップルはアップルは、うん、アップルのまあね、ジョブズに会いに行って、その次のその新しい、そのなんかどっかが情報仕入れたんですよね、うん、その携帯のまだ何もない状、はい、何もない、作られてないんですよ、うんうん、何もの自体もなくて、iPhone のね、も、は、の、い、もなくて、うんうん、何もジョブズの中に何もないのに、うんうんうん、その S 社長は会いに行って、うん、次できたその商品を俺とこに売ってくれという、はい、ああ、まあそうですね、うん、で何もないんですよ、で、うん、そのジョブ何もないのに契約は壊せないっていう話で帰ったわけですよ、はい、うんうん、ね、でお前のとこはだからその携帯会社も持ってないじゃないかって話すごい話です ね、はい、ね、はい、ほんで返されたわけじゃないですか、うん、でも S 社長は諦めなくて、はい、何をしたかって言ったら、うん、もうと先に携帯会社を買収してしまったんですよね数十億なんかもうと、まあ、うん、払って、はい、払ってっていうか、うん、うん、はい、投資して、だからその、うんうん、買い取ったらしいですよ、はいはい、ほんで日本で初めて、うん、iPhone ね、 iPhone をね、ね、はい、あのほんまにあれは、まあ、社会現象とまで言っていいか分からないですけど、まあ、すごかったですよね、うんうん、みんな iPhone のためにあのドコモをやめて乗り換えていっていましたね、うん、私はそれもでもすごいと思いません、はい、何も商品もないのに、うん、携帯が会社一つ買い取ってまで準備してるっていうのがね、うんうんうん、はい、まあでもそれだけの魅力となんか、ね、勢いってブランド力というかそういうのがあるんだ、うん、今後の日本にもやっぱり必要だと思いません、なんかそうですね、うん、はい、よーで、その度胸ってやっぱり経営者には必要だなと思って、はい、うん、では、ちょっとね、はい、今はい、ね、ゲストさんがちょっと到着いたしました。お疲れ様です、ね、どうもありがとうございます。お疲れ様です。はい、すみませんね、ちょっともうちょっとおしゃべりになっちゃう。はい大丈夫ですか。はい、はい、そうなんですよね。はい、はい、でいや、そのでもね、勢いはね、やっぱり今後日本も、はい、そうですよね、日本というかまだそういう侍のようなそうですよ、ね、経営者も今までその昭和を築いてきた日本人というか、うん、ね、うん、っていうか何を偉そうに語っとんねんって話やねんけどあ、いやいや、今日はねでもそういうお話をね、うん、ちょっと乾さ ん, そうなんでしょう、ね、伺おうと思ってまして、ちょっ ちょっと珍しくあのビジネス寄りの、そうですね、あのでもリーダーズは良かったです、結構、うんうん、はい、実は乾さんもそういう何ですかね、産業とか野心、野心です。これからの、ね、日本に対しても思うところがあり、ね、ちょっと資格をお持ち、新たな資格を、音楽以外の資格をお持ちだと僕が知りました。音楽以外で知的財産アナリストっていう、はい、うん、まあ、認定資格ですよね、はい、知的財産アナリスト、そうです、はい、一般、初めて聞きました、はい、一般社団法人知的財産教育協会の認定、うん、はい、資格なのかな、まあ、試験受けてっていうか、うん、はい、あるんですけど、はい、まあ、知的財産アナリストってまあ2種類ありまして、うん、はい、今井上さんの大きく資料を見てあります、はい、ちょっとお出しはできないんですけど、はい、まあ、大きく分けまして、うん、はい、まあ、通常っていうか一番もう大元はやっぱ特許なんですよ、はい、知的財産って分かります、うん、はい、うん、知的財産、うん、はい、じゃあ知的財産って僕なんかイメージだと、知的財産のイメージってどう、まあ、我々普通財産ってね、うん、まあ、物ですよね、うん、手に取って持つ物とかいうね、うん、うん、家財、昔やったら着物とかね、昔すぎますね、うん、家財道具とかね、うんうん、ああいうのが財産みたいなイメージあります、うん、土地とかね、うん、ありますけれども、うん、で知的財産言うたらなんかそういう目に見えるもんじゃないものなんかなみたいな、そんなイメージですか。まあそうですよね、はい、まあ簡単に言えばそういうこと、目に見えるものが目に見えない財産かっていう話で、はいはい、まあもちろん自分のことは知的財産なんで、やっぱり人が考えたアイデアであったりとか、うん、はい、まあそういうの、まあ権利化っ
って、うん、まあ、それで財産を生んでいくっていうんですけど、うん、はい、まあ、その知的財産アナリストっていうのはその、うん、要は特許をメインに、はい、まあ、あともう一つはコンテンツ分野っていう、うん、コンテンツの、うん、コンテンツ産業に特化したその知的財産アナリスト、うん、はい、うん、コンテンツ産業です、はい、っていうのがありまして、はい、うんうん、まあ私自身は両方とも、はい、認定講座を受けて、うん、認定講座というのがあるんですね。はい、あるんですよ、うん、はい、で、まあ、24時間講習を受けて、うん、で最後に、うん、実技はレポートなんですよ、はい、課題があってレポートを受けて、うん、で学科試験が、はい、40問の学科試験があって、うん、それにパスするんですけど、はい、はい、でまあ、両方はあるんですけど、で、うんうん、まあ、私は、はい、まあ、音楽、もちろん音楽やってるんで、はい、特許とかは、まあ、あまり仕事柄あまり、ね、うん、はい、活用することないんであれなんですけど、はい、やっぱり、音楽、まあ、音楽も一つ の, そのコンテンツ、うん、はい、まあ、アニメでありゲームであり、うん、まあ、一つのコンテンツなんで、まあ、はい、どっちかというと適材さんアナリスト の, そのコンテンツ分野、うん、の方をちょっと重点的にね、いろいろ勉強、はい、うん、まあ、して、まあ、いければというか今後活用していければなと思ってはいるんですけど、うんうんうん、はい、はい、で、何なのかって話ですよね。そうですね、はい、まず基本ね、ちょっとだけいいですか、はい、はい、ゲストさんまた来られましたので、はい、一言お教えいただきます。こちらのテーブル、もう番組中に言っちゃいます、こちらのテーブル使えますので、もしはい、持ってきたものあればこういうの使ってもらうとか、はい、あとこの辺の見え画面に映ってるところに配置してもらっていいですので、あ、全然大丈夫ですよ、はい、はい、はい、番組上にね、うん、こちらはどう、はい、ということで、はい、後ほど今日後ほどたっぷり喋っていただきますので、はい、堀部さんが来ていただいております。はい、我々ちょっと先陣を務めてここで喋っておりますけれども、はい、はい、何の話ですか。というわけで、はい、すみません、私、そうそうそう、コンテンツ、もう僕は、はい、一般人の代表としてお聞きしたいんですけど、はい、まず例えば乾さん、ことこと乾さんっていうと、はい、音楽クリエイター、ミュージシャンっていうイメージがあったんですね、やっぱりあるんですけども、そうですよね、はい、その乾さんがなぜそういう、はい、コンテンツとか、はい、特許 の,、はい、資格を取ったんだろうという素朴な疑問です。あ、素朴な疑問、はい、これはですね、はい、昔っていうか、うん、10年以上ぐらい前ですかね、はい、大阪 の, うん、市民講座っていうのが、はい、でそういう、BGM、著作権 教育みたいなのがあったんですよ、はい、それで、ちょっと仕事でね、はい、受講しに行ったわけじゃなくて、うん、ちょっと仕事の関係でちょっと、はい、行くことがありまして、はい、まだ全然その著作権のことも、まあ、全然知らない時にじゃあって、うん、はい、でその時に来られてたその講師の方かな、うん、だったと思うんですよ、はい、著作権って権利あるじゃないですか、はい、権利があるっていうことは、うん、義務があるはずじゃないですか、はい、権利と義務、うん、で例えば著作者の権利をこう主張する、はい、でも主張するということはやっぱり著作者ってそれなりに義務も負わなきゃいけないわけじゃない、うん、反対に、はい、そのクリエイターとしての、うん、まあ、著作者、まあ私クリエイターですよね、はい、クリエイターとしての義務は何なのかなっていう疑問が一つあって、うんうん、でなんかその著作権を深くこう掘り下げてこう勉強してみれば分かるのかなっていうのが、うんうん、まあ、どうしてもね音楽になるとその辺が、まあ、私絵描きなんでね、ちょっと曖昧ですけど、もっと音楽の方はシビアですよね、そういう著作権に関しては、うんうん、はい、その辺の必要性があってちょっと興味を深めましたということですね。そうなんですよ、だから主張するばっかりじゃなくて、はい、うん、やっぱり主張する以上やっぱ義務はやっぱあると思うんで、うん、それが何なのかなっていうのが疑問にあった、うん、はい、感じて、はい、それが勉強するきっかけです、うん、はい、うん、でそれから、うん、まあ、そこは言ってみたら、まあ、音楽のお仕事の延長のとこから始まって、そうですね、はい、そしてそこから大きな流れに、大きな流れというか今のこれからのね、キーワードであるプールジャパンっていうのに
つながっていくわけですよね。そうですね、コンテンツだから電波につながって、はい、うん、はい、でこのコンテンツ、はい、先ほどから言葉出てますけども、コンテンツですね、はい、コンテンツって何ですか。コンテンツとは何だ、はい、何だってことですか。はい、ほんで日本語で言えば、うん、情報財ってことで、情報財、情報財、情報ね、情報の財産、はい、はい、あ、先ほど言ってた、はい、目に見えない財産ですね、はい、はい、情報財、うんうん、になるんですかね、はい、まあそれこそ敵財産と一緒で空気売ってるようなもんね、空気ですわ、うんうん、なんかそういうのちょっとピンとこないんですけども、うん、じゃあ代表的なところで何でしょう、コンテンツって、まあ、例えば、まあ、はい、それこそ著作物全般に言えることですよね、すか、まあ、はいはいはい、音楽ね、まあ、ゲーム、はい、ゲームアニメ、はい、まあ、ドラマとね、いろいろありますけど、うんうんうん、ね、はい、でもちろん、そういう、ああいうのはコンテンツっていう言い方をするんですよ、ね、日本の文化、全般ですよね、全般、うん、伝統文化とかもそのクールジャパンの推進の中に入っていますんで、うんうんうん、はいはい、クールジャパンっていうのはで、はい、そのやっぱコンテンツっていうなると、うん、それは一つの産業なんですよね、うんうん、いわゆる文化だけで終わらさなくて、その、うん、やっぱビジネスと文化っていうのを常に人、なんだろう、こう、うん、文化を、いや逆に言文化をこうビジネス化した、うん、することが要はいわゆるコンテンツみたいな、うんうんうん、一つなんです。なるほどね、そうですね、うん、で、そういうことは、まあ、売っていくということですよね、うん、はい、売っていくと言いますと商売っぽいですけども、そうなんですよ、で、はい、コンテンツって空気じゃないですか、はい、まあ目に見えないような、ね、だから文化、はい、文化っていうか文化をこうコンテンツ、うん、空気なんですけど、はい、売っていくためには空気じゃお金は取れないじゃないですか、うん、なかなかね、そこはね、うん、やっぱ物があるとお金出しやすいですけど、うんうん、でそこで、はい、お金を生むのが、うん、知的財産なんです、知的財産、著作、要は権利なんです、うん、はい、ライセンス、うん、あ、ライセンスね、うん、はい、そう、我々も、ね、もうパソコンとか携帯がもう 手放せなくなってきましたが、ああいうのも言ってみたら目に見えない空気のような情報の価値にお金を払ってますもんね、いつもね、うん、で、はい、まあ、それが、まあ、いわゆるそのライセンスビジネス、うん、まあ、コンテンツ分、うん、まあ、コンテンツ産業全般に言えることなんですけど、うん、はい、まあ、ライセンスビジネスってやつで、うん、はい、もちろん音楽だけではなくて、うん、いろんなやっぱり今権利化することによって、うん、はい、やっぱりその経済を生んでいくっていう、うん、ことはやっぱり主流になってるんですよね、やっぱり、うんうんうん、東京駅でしたっけ、はい、あの空中券かなんかいうの知りません？ん？何すか？空中券？空中券？結構権利って結構、はい、作ったもんらしいですよ。ああ、そうなんですか。じゃあコトコト犬意見を作ってくださいね。何のこっちゃ。はいはいはい。はい、犬さんはね、実はこの辺が、まあ、お詳しいので、ちょっと一度ね、こういった番組でね、お話をしてほしいというお願いしまして、今日に至りました。このね、 JR の東京駅、うん、はい、東京駅空中、うん、復興工事費を500億を調達できた空中券というのがあります。何ですかそれは。ね、大阪駅で再開発してますけども、例えば私もね、ちょっと私もあんまり詳しくは勉強してないんで、うん、何とも言えないですけど、はい、いや簡単に言えば、うん、例えば、はい、30、うん、本来、はい、まあ、7なんか特にそうなんですけど、うん、高さ制限、ビルって高さ制限あるじゃないですか、はいはい、うんうん、ね、ありますね、例えば、うん、5階までじゃ作れないと、はい、ありますね、はい、その権利なら隣のビルは、はい、まあ、5階もいらないや、2階ぐらいでいいや、うん、はい、まあ建てるとするや、うん、その3階分って空くじゃない、はい、それを隣のだから、はい、要はその例えば5階以上作りたい人にこう、はい、譲渡するんですか、売却で、それで、はい、これは東京駅の復興、これでお金を調達するんです。復興、あ、空中の権利、うん、土地をその 空間に適用したみたいな感じですかね。そうですよね、うん、
そんなのあるんですね。でもこれニュースで見たらびっくりしますよね。びっくりしますね。こんなんで金調達するのかいみたいな。あ、すごいですね。っていうか俺も何で金調達しようかな考えても あれあの月とか火星月とか火星の土地を売るのはどうですか。そうそうそうね、そうなんですよね。架空の、うん、架空の土地を。ていうか、なんか考えましょうか。ね、なんか何々県。奈良は、奈良が今度再開発された暁にはとかね。そう、なんかその、まあ、されることはなさそうですけど。なん、はい、でもありやねんなと思って。はい。なんかいろんな結構ね、あるんでしょう。うん。はい。じゃあ、乾さん、そういう意味で、なんか、はい、多分、そんで合ってると思う、私の説明で。うんうん。乾さん、乾さん。はい、クールジャパンっていうのはね、はい、そうそう、クールジャパンっていうのは実はね、結構昔からねよく聞くキーワードなんですけれども、はいはいはい、あれ知ってるようで知らないですよねっていうことで、皆さんにも、はい、どんなもんだろうということを、はいはい、お話ししたいなと思うんですけども、はい、知らないとはないものですか。クールジャパンっていうね言葉はね、はい、結構耳にしましたよね昔ね、はい、ちょっともうだいぶちょっと前になりますけれども、はい、2000年過ぎた頃かな、はい、もうちょっと後かな、はい、で、ですね、実際そうですよね。で言葉はよく聞くんですけど、はい、結構、はい、実はあれなんです。日本のとある産業省でしたっけ、はいはい、そういうところが推進してる。そうですね、産業省もですね、はい、産業省の中に、うん、クールジャパン室っていうのがクールジャパン室という、はい、うん、ありまして、はい、まあ、日本のその文化、うん、はい、を中心としたこの産業ですよね、うん、コンテンツ産業や伝統文化などを、はい、うん、その、まあ、国のバックアップのもとはその海外に売り込んでいく、その売り込むことを、まあ、クールジャパン戦略っていう。クールジャパン戦略というのは国がやってるんですよね、うん、あれね、国の政策としてやった。国の政策として、はい、国の政策というのがすごいポイントだなと思うんですよ。でも ね、実際、はい、もっと早くから韓国なんかはね、はい、あ、そうですよね、コンテンツに、それね、コンテンツって言葉は、うん、はい、世界でも広く、世界でもね、日本と韓国 と、うんうん、カナダかな、はい、言葉を使っているのは、うん、はいはい、でもまあ世界共通語では、うん、私の知ってる中では、はいはいはい、韓国ね、僕もね、ネット大国やいう話がね、日本でインターネットがね、なかなか普及し、はい、スピードが遅いぞと、隣の韓国を見てみろみたいな話が一時ありましたね、はいはいはい、2000年、はい、まあ、その回情報ダダ漏れですけどね。そうですか。というのね、あれは国がインフラにすごい投資してたっていう話がありまして。そうなんですよ。そうそうそう、あ、すごいな、違う。あれもでもあれじゃないですか、S 社の S 社長が関わってるんじゃなかったっけ。そうなんですか。詳しいことは僕は分からないですけども、 S の S 社、 S さんの S さん、犬の白竹の犬のお父さんのね、まあそれはいいんですけども、ねね、まあ、とりあえず国が力を、国がその国策として、そうそうそう、国策として力を入れたらやっぱ全然違いますよね。そうですね、ね、うん、はい、もちろんだからその個人の会社がね、企業が頑張るのとはちょっと次元が違うという、はいはい、まあだからその韓国の場合でしたら、うん、まあ、文化だけではなく、うん、まあ、そういうカルチャーだけではなくて、はい、もちろんスポーツも力入れてますし、うん、スポーツ文化に、あ、そうですね、うん、はい、なんかきっちり力入れた分は回収してますよね、K-POP とかね。そうですよね、うん、でカナダもね今、はい、結構コンテンツに関しては力入れてて、うん、やっぱりカナダ大使館っていうかそういうところにやっぱりコンテンツ、うん、まあ、ゲーム関係が強いかな、この、うん、カナダに関しては。はいはいはい、そうなんですね、うん、力入れてるみたいで、はい、まあ、日本もちょっと負けてられないなって、うん、そうですね、日本もね実は漫画とかコスプレとか ね、あのあたりはよく話題になってよく、はい、見ますけれども、はい、なんかコスプレイヤーみたいなのがねフランスとかにたくさんいて、うん、かなりどっぷりハマってると、日本の漫画もよく売れてるみたいな話がね一時よく、うん、メディアで聞きましたけど、でも日本のアニメってね、はい、まあ、海外ジャパニメーションっていう名称で ね、はい、言葉あるじゃないですか、うん、はい、いうぐらいで、その、うん、私が20年ぐらい前、うん、その、うん、イギリスに行った時に、はい、ロンドンだったかな、うん、なんか HMV CD ショップ、うん、まあ、行ったんですけど、うん、はい、もちろんだから向こうイギリスなんで、うん、はい、こうやっぱりこのなんだろう店内のメインっていうのはやっぱり、まあ、洋楽で、変な話で洋楽っていうか、はい、
向こうの、ね、CD メインなんですけど、うん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 、でまあそこに行ったらね、日本のものとか東洋のものってどちらかというとはあの、うん、よそのそう日本のそう CD っていうのは、はい、その頃はまだこのワールドミュージック扱いみたいな感じだった。ワールドミュージックコーナーに行かないと日本にはない。そうそう、まあ、あったんです。そうですよね、あるだけでもすごいんじゃないですか。あって、はい、で、唯一そのまあその世界のトップ、うん、まあトップのそのミュージシャンとかと同じに置かれてるのが、まあ、はい、まあ坂本龍一さんとか、うん、あやっぱりそうです、あの辺なんですけど、はいはい、でもその頃からジャパニ、うん、あのアニメだけは別にコーナーありましたからね、うん、おお、うん、すげえすげえじゃんアニメ、うん、ね、うん、でもね思わず知らなくて、うん、そこであの、うん、アニメの、はい、うん、マクロス2の、まあ、マクロスだけビデオを買って帰ったんですよ、はい、機械のね、うん、はい、イギリス方式違うやんみたいな、帰って見られへんわ、うん、あビデオの方式が違ってたんで、そうそう、ビデオ方式違うんで知らなかった。中身一緒なんじゃないですか、日本で見ても日本で見ても一緒なの買っちゃったんですかそうそう、ね、知らなかった。どこでお金を出すかですよね、うん、知らなかった、ね、ほんで帰ってきてうわ見られへんわと思って、はい、うん、そうね、そんな話もありましてね、うん、はいはい、はい、うん、ね、もうちょっとで、はい、取れそうですね。はい。いやいや、でもね。なんか、クールジャパンの。うん。うん。はい。で、そうそう、とりあえず日本がね、力を入れてますので、はい、なんていうんですかね、今後、あ、そこ、僕ね、ま、実は、ね、以前、ね、その話をいろいろとしてて、はい、すごく感銘を受けたのが、はい、その日本がなぜそこに力を入れるかということは、やっぱ先ほどの最初の話ともつながるんですけど、やっぱり将来のことを考えて、はい、そうです ね、成長分野、経済においてその一番成長分野として力を入れてるのがそのコンテンツと、うん、はい、あと農産ですかね、うん、農業、水産業、うん、はい、林業、うん、まあ、基本ですからね、そこは、ね、国としてやっていくね、うん、はい、であとはエネルギー政策ですよね、はい、うん、はい、そこにそういうコンテンツ分野っていうのが、ね、僕は我々の世代とかやったらね、うん、ちょっと信じられないところもあるっていうのは、やっぱ漫画とかアニメって昔はね、子供のもんだということでね、どうしてもうん、なんていうんですかね、そういう扱いのもんじゃなかったんですよね、うん、学校で漫画読んでたら怒られるような世代の人間なんで、だからだいぶ事情は変わってるなっていうのはあるんですけれども、うん、でもコンテンツって、うん、韓国もそうなんですけど、もともと国が力を入れてたわけではなくて、はい、韓国の S メーカー、はい、S メーカーね、すごいとこね、 S メーカーね、すごいとこね、韓国ね、はい、あっちのね、うん、あそこの電化製品、うん、はい、まあ今東南アジアとか、昔はね、うん、日本の S さんとか、うん、はい、東京の S さんですね、まあ、S さんとか、そう、東がつくとことか、はいはいはい、とかね、回る回るですね、まあ走るですね、そういう電化製品がこう、はい、ブランドとして、うん、ね、この前出たんですけど、うん、はい、まあ、一時からやっぱり韓国の S メーカーのあれが人気出た理由に、うん、やっぱり韓国ドラマって海外でこう放映するの、放映料が安かったのかな、うん、ただではないんですけど、安かったんだと思う。日本のドラマで高いらしいね、放映権が。はいはい、そういうのもあったんですね、うん、影響が。で、安かって、よく出てたという。ほんで、うん、ね、やっぱり ドラマを見るじゃないですか、うん、ドラマを見たら、やっぱりもちろん、うん、家電、やっぱり電化製品も出てくるし。はいはい、あやっぱドラマに映ってたやつ、韓国に対するイメージもやっぱ、はい、変わりました。あれ絶対ね、かなり劇的にね、はい、やっぱ影響力は事件なぐらい変わりましたよね、はい、K-POP、 もともとはね、韓流ドラマとね、韓、うん、流と K-POP の近、ね、そうなんです。もともとそういうソフトとかコンテンツっていうのは、はい、要はハードメーカー その、うん、ソフト戦略の一環なんですよ、はい、いや例えばある電気メーカーが、うん、例えば、ね、はい、CD プレイヤーを作るとするじゃないですか、うん、この CD プレイヤー売りたいとするじゃないですか、はい、ならやっぱりこれを売るためには、うん、それをその CD プレイヤーかけるコンテンツが必要ですよね、ソフトが、うん、ならそのソフトを作るためにレコード会社作ろうかってなるじゃないですか、うん、はい、だから日本の、うん、
電機メーカーって、はい、ほとんどレコード会社あると思いますね。うん、そうですね。東もそうだし、S もそうだし、はい、名前出してみてますか、ね、東芝とかね。東芝、今、ちょっと東芝 EM もう今なくなったんですけど、ね、あ、そうなんですか。あれ今、日本はなくなりました。あ、そうか。今、向こう、うん、ナショナル、ナショナルチャー。で、東芝手放しましたんで、EM、確か。あ、そうなんですか。うん、確かめちゃくちゃすごいとこどこでしたっけ。あれはソニーか。ソニーがすごいんだ。うん、ね、ソニーさんでしょ。ソニーすごいですよね。ソニーミュージックエンターテイメント。そうなんですよ。だから昔はそうだったんです。だから結局テレビでもそうじゃないですか。うん、テレビを売りたいと思ったら、はい、テレビを買ってもらうためのその魅力的なコンテンツが必要になってくるんで、うん、ほんならテレビ局、うん、制作、テレビを制作しなきゃいけない。ラジオでもそうですよ。結局一緒なんですよ。うんうんもちろんインターネットでもそうだと、うん、インターネットのインフラが整えば、はい、それを使いたくなるわけじゃないですか、まあンンねはい、使うためにはそのための見るコンテンツが必要になってくるんで、うん、やっぱりそういうコンテンツプロバイダー、はい、コンテンツホルダー、うん、そういうタグのものがやっぱ増えてくる、はいうんうん、はい、おっと BGM ですね、はい、ですね。だから結構ハードとソフトコンテンツっていうのは、はい、やっぱ切り離せないですよね、うん、そういう意味では、はい、はい、では井上さん話がねだいぶやっと盛り上がってきたところなので、はい、ちょっとねお時間になってしまいましたの で, ですよ、ねはい、ちょっと次の準備がありますので一旦ここで切りまして、はい、でこの続きは多分、はいまあ、大橋さんが来てからねまたそうですね交えて、まあはい、この話はちょっともっと続けていきましょう。まだまだ私も聞きたいことがありますので、はいはい、というわけで、とりあえず、はい、第1部こんな感じで、はいまあ、序盤ということで、はいはい、ありがとうございました。終わらせてもらいたいと思います。また後ほどお会いしましょう、はいはい、では、この続きは一応10時から予定です、はいはい、でこの後ちょっと30分休憩を入れまして、はい、で1時か8時半か9時半まで、はい、堀部真也のランニングショットをお送りいたします、はい、ゲストは、ゲストは代わりの、マキさんとつよしです、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい。